ナンバーアンダーラインアイライブツアー、ノーイチチケット争奪戦勃発。ファンたちの熱い思いと切実な願いに迫る。当選祈願。奇跡の再会への道。ナンバーアンダーラインアイライブツアー、ノーイチチケット争奪戦。将軍神君ガン君に会いたい。2024年の夏、ファンたちの心は期待と不安で揺れ動いていた。ナンバーアンダーラインアイのライブツアー、 ナンバーアンダーライン・アイライブツアー2024の1のチケット申し込みが開始されるという知らせが届き、多くの i l w i ワイズは、ようやくその瞬間が訪れたことを喜びとともに迎えた。これまで、何度もライブに応募しながらもチケットが手に入らなかった人々にとって、今回こそはという強い願いが胸の内で渦巻いていた。翔くん、神くん、岸くんという3人のメンバーが率いるナンバーアンダーライン・アイは、 常にファンとの絆を大切にし、彼らに会いたいというファンの熱意にいられてきた。しかし、人気の高さゆえにチケットの競争は激しく、多くのファンがライブに参加できないという現実も存在した。これに対して、ファンたちは、どうか今回はいけますように、という祈りを込めて、チケットの申し込みを行った。あるファンは、遠く離れた大阪で暮らしているが、申し込みの際には福岡に戻ってから、 心を込めてエントリーすると決意した。また別のファンは、これまで何度も応募しては落選してきたが、今度こそは、と、再びチケットが当たることを願った。このような個々の物語が、全国の ILYZ の間で繰り広げられていた。このツアーは、ナンバーアンダーラインにとっても特別な意味を持つものであり、彼ら自身もファンとの再会を心待ちにしている。翔くんが、会えてない ILYZ に会いたい。 と言ったようにメンバー一人一人がファンとの絆を深く感じている。そんな彼らの思いが、ファンたちにとっても大きな励みとなっていた。しかし、これまでの経験から、同じ人が全公演に当選する不思議な現象があることも知られており、これに対する不満や疑問の声も少なくなかった。公平な抽選が行われることを願うファンたちは、他の i l i z たちにもチャンスが平等に訪れることを祈り続けた。 チケット申し込みが開始された日、SNS 上では多くのファンが感謝の言葉とともに、緊張と期待を込めたコメントを投稿していた。胸が高鳴ります、心から三人に会いたい、というメッセージが溢れ、ファン同士がエールを送り合いながら、共にその瞬間を待っていた。あるファンは、これまで何度も落選してきたが、それでも諦めずに今回もエントリーを行った。一回だけでいいので、 当たりますようにと願うその姿勢には、深い愛情と献身が込められていた。また、別のファンは、1公演は行けますように、という控えめな願いを込めて申し込みを済ませた。このように、全国各地の ILYs たちが、それぞれの思いを抱きながらチケットの当選を願っていた。ライブツアーが開催されるたびに、彼らは何度も何度も応募し、何度も何度も心を奮い立たせてきた。時には落胆し、 時には喜びを分かち合いながら、ファンたちはナンバーアンダーラインアイとの再会を夢見ていた。ライブ当日が近づくにつれ、ファンたちの期待はさらに高まっていった。チケットが手に入った者たちは、他の i l イズと共にその喜びを分かち合い、一方で当選しなかった者たちも、次のチャンスを信じて待ち続けた。このようにして、全国のファンたちがそれぞれの場所でナンバーアンダーラインアイを応援し続ける姿は、 まさに音楽と愛が織りなす一大ドラマであったナンバーアンダーラインアイのライブは単なるコンサートではなくファンとメンバーが一体となる特別な瞬間であるその場に立ち会えることができた者たちはメンバーたちの思いとエネルギーを直に感じることができその感動は言葉に尽くせないものとなる一方で会場に行けなかったファンたちも彼らの存在を心の中で感じながら遠くからその成功を祈った このツアーを通じて、ナンバーアンダーライン愛とファンの間に新たな絆が生まれ、より強固な関係が築かれていくことは間違いない。ライブツアーの成功が、彼らの今後の活動にどのような影響を与えるのか、そして次に彼らがファンに届けるメッセージは何か、ファンたちは胸を膨らませながら、その瞬間を待ち続けるのであった。2024年夏、待ち焦がれていたナンバーアンダーライン愛のライブツアー、 ゴーウォーや、ボンボンをライブで体感できる喜びに、多くの i l イズの心が踊っていることだろう。SNS を除けば、ツアー発表からチケット申し込み受付開始のお知らせまで、喜びと期待の声があふれている。どうか今回はいけますようになるべく多くの i l イズがナンバーアンダーライン愛に会えますように、今度こそ今度こそは当選しますように、この切実な願い。 それは ILYs たちがナンバーアンダーライン I のパフォーマンスにどれほど期待し、彼らにどれほど会いたいと思っているかの表れだ。将君神君が君に会いたいです、この言葉は、多くの i l イズの心の叫びであり、彼らの夢を叶えるための旅路の始まりを告げる。待ってました。お知らせありがとうございますと、待ち焦がれていた喜びの声が響く一方で、チケット争奪戦の厳しさを知る i l イズも少なくない。 なぜかいつも同じ人が全公演に入る不可思議極まりない状態は駆逐されますように、この願いは、公平なチャンスを望む ILIs の切なる叫びだ。ツアーへの期待は、地に日に高まり、SNS では ILIs たちの熱気に満ちた投稿が次々とアップされる。ドキドキしながら待ってましたお知らせありがとうございます。申し込み開始の案内来たよ。一人でも多くの ILIs がナンバーアンダーライン I に会えますように。 会えてないアイエル・ワイズに会いたいといった翔君の思いが届きますように。こうしたメッセージには、ナンバー・アンダーライン・アイとアイエル・ワイズの強い絆と、彼らに会いたいという切実な願いが込められている。ツアーは何としても行きたいな。2024年夏、待ち焦がれていたナンバー・アンダーライン・アイのライブツアー、ノーイチがついにスタートする。ゴー、ゴーや、ボンボンをライブで体感できる喜びに、 多くの,の SNS を除けばツアー発表からチケット申し込み受付開始のお知らせまで喜びと期待の声があふれているどうか今回はいけますようになるべく多くの IL ワイズ、no. i l イ s がナンバーアンダーラインアイに会えますように今度こそ今度こそは当選しますようにこの切実な願いそれは ILYs たちがナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスにどれほど期待し彼らにどれほど会いたいと思っているかの表れだ 神君が君に会いたいです、この言葉は、多くの ILIs の心の叫びであり、彼らの夢を叶えるための旅路の始まりを告げる。待ってました。お知らせありがとうございますと、待ち焦がれていた喜びの声が響く一方で、チケット争奪戦の厳しさを知る ILIs も少なくない。なぜかいつも同じ人が全公演に入る不可思議極まりない状態は駆逐されますように、この願いは、 公平なチャンスを望む ILIZ の切なる叫びだ。ツアーへの期待は、地に日に高まり、SNS では ILIZ たちの熱気に満ちた投稿が次々とアップされる。ドキドキしながら待ってましたお知らせありがとうございます。申し込み開始の案内来たよ。一人でも多くの ILIZ がナンバーアンダーライン愛に会えますように。会えてない ILIZ に会いたいといった翔くんの思いが届きますように。こうしたメッセージには、 ナンバー・アンダーライン・アイと IL ・ワイズの強い絆と、彼らに会いたいという切実な願いが込められている。ツアーは何としても行きたいな。最後に、ファンたちは心の中で自分自身に問いかける。なぜ私はこの瞬間にここにいるのか。ナンバー・アンダーライン・アイと私たちの絆は、これからどのように進化していくのだろうか、このような問いかけが、ファンとしての自分自身を見つめ直すきっかけとなり、 新たなファン体験へと導いていてくのであるそしてその答えを見つけるために彼らは再びナンバーアンダーライン愛の次なる活動を待ち望むのであった。